銀行はイギリス北部スコットランドの商業銀行である。ヨーロッパで初めて打艦紙幣を成功裏に発行し、この紙幣発行権は1707年の合同法成立によりスコットランドの立法権が連合王国議会に移った後も現代まで伝統的に引き継がれている。本店はエディンバラにある。エディンバラにある スコットランド銀行本店スコットランド議会が1695年7月17日にスコットランド銀行法を制定したことに基づいて1696年2月から営業を開始した。株主はスコットランド国籍を持つ者に限られていたほか議会の同意なくして国会貸し付けを行うことは禁じられていた。 この定官は1707年合同法成立後も維持された。初代総裁にはジョン・ホランドが就任し、会計部門の長にはジョージ・ワトソンが選ばれた。18世紀以降、政府からジャコバイト支援の権威を受けたこともあった。また、同時代にはロイヤル・バンク・オブ・スコットランドが早々期の競合相手となったが、他公が国中に誕生し始めると、この問題は、 ほどなく解消された。19世紀に入ると、支店の数も増加し、1865年には、ロンドンにも支店が置かれた。スコットランド銀行は100ポンド、50ポンド、20ポンド、10ポンド、5ポンド紙幣を発行しているが、2007年秋に発行された紙幣の、肖像にはすべてウォルター・スコットのものが使われている。 スコットランドでは他にもロイヤルバンクオブスコットランド対事業が紙幣を発行している。2001年にイングランドのヨークシャー地方を地盤とする金融機関、ハリファックスとの共同持ち株会社であるハボスの参加に入った。その後、ハボスグループ再編法が施行されたことにより、2007年9月17日にスコットランド銀行は直興を根拠とする。 ザガバナーカンパニー・オブ・ザ・バンク・オブ・スコットランドから公開会社であるバンク・オブ・スコットランド PLC に名称が変更された。さらにハボスがロイズ TSB グループによって買収されたため2009年1月19日からスコットランド銀行はロイズバンキンググループの参加に入った。ありがとうございます。